どうもこんばんじゃない。こんにちは、こんにちばんは、こんばんにちは。うん。こんにちは、サレインです。トラブルダークネスの実況なんですが、実況というかね、さっき、中途半端に切っちゃったから、ね。なんか突然ね、なんかマイク入ってないんじゃないか疑惑が出てきて、やべえってなって切ってみたんですけど、どうやら入ってたみたいで一安心だったんですけど、まあ言うて撮ってみたものの何を言おうか、なんかもう一通り言うこと言っちゃったんだよな今回は。そう、さっき最後の締めで一応プロメン募集してます的なこと言おうと思ってそれが言えてなかったから、ちょっとまあなんかやってますみたいな感じなんですけど、まあね、月1でメンバーね、休憩中の方だけメンバー入れ替えていくって感じでやってますので、うちのね、メリットの他はね、そういうスタンスでやってますんで、まあそういうね、感じなんですけど、それでも良ければね、うちに来ていただいてね、ぜひ一緒に楽しんでいただければなと思ってます。はい、仕事ですね。で、あと、まあ、休憩中に関してなんですけど、やっぱりね、おのおの忙しいでしょうしね、私もね、毎日ね、がっつりね、ログインして毎日やれなんていうのはね、まあ無理。ってか、私自身がまあ無理なんで、そんなこと言えないんですけど、まあ、それでも最低限というか、まあ、あと、本当、なんかログインできなくなっちゃうとかね、いついつからいついつまでログインできませんみたいなのがある方もね、いると思うんで、それはね、まあ、前もって言っていただければ休憩中だろうが、私はね、全然、ね、構いません。まあ、それでも結局、例えば、なんだろう、今、B プロで、マックスが23名とかなんで、例えば、その中の15人ぐらいが、すいません、いついつまで、無理ですって言って、来られちゃっても多分、組まれた全員は無理ですって話でね。さすがにね、アクティブが本当に少ないとちょっと、ね、プロダクション関連のイベントの時に困っちゃうんで、それだけはね、ごめんなさいけど、ね、ご了承いただければと。まあ、言っても、5名ぐらいですかね、やっぱそこの許容量というか。はい、そんな感じですよね。なんだっけ、スケジュールとかやってたんっけ。まあでもそんな感じですかね。なんかもう言うことないな。しかもまあ、あとなんかあくび出ちゃいそうだし。困ったもんだね。あ、そう、これミリオンボイスなんだよね。新しいね、SSR が。さて、やっぱ育成が追いつかないんですよね、なかなか。困ったねーって感じ。でも今一応なんだかんだでそう、費用は半額になってるんですよね。この機会を逃したくないわけですが、もうレッスンがね、レッスンはできるっちゃできるんですが、そうだ。これやろう。覚醒しましょう。やることあったわ。全然あるね。ヤミちゃんにして、これ。レボリューションヤミちゃん。ただね、だ今回さ、300万まで頑張って、トライアングルセッションで頑張って、ね、見たいわけですが、私はきっとね、5% いけると思ってるんで、これでもいいかなと。まあ、でもね、あれでも、50% のやつって、あれ期限付きなのかな？期限ないんだったらいいんだけど。はい！まあまあまあ、一回でとは言いませんよ、私もね。そんな都合のいい話がね。いや、でもここで言ってくれると嬉しいな。でもね、言ったら言ったで、今、レッスンディスクが不足してて、レベルマックスに全然できないんだよな。それはちょっとね、考え物だなと思うんだけど。ん？なんか、どっちすんの？いや、たんじゃねって瞬間思うよね。この間ね、うまいよね、この間は。なかなか。次は 10% ですよ。いやー、やっぱでもしんどいかな、なかなか。まあ、この間 3% 引いてるからね。おグッド。あれ、なんだかんだやっぱ必要なのかな。一気に現れたね。ちょっと一緒にエッチに行ってた。この画面なんでもない。やった！これで、皆さん、今回のパート、レインボーリズムじゃなかった、レインボードリーム、いっちゃいましょう。じゃあこれ、ちょっとね、使
いどころに悩んだけど、これはね、ここで使うべきでしょう。これもすごい、なんかね、大事に取っておきたい感じもしたけどね。いや、私はね、惜しみなくいきますよ。こんなね、やっぱね、出し惜しみしちゃいけないですよ。いろいろとね。何事も人生においてもね。ドキドキとか当たり前なんだけど、これいいね。ちょっとこれゆっくり見させてもらっていい？うん、私何も触りません。いやー、これイラスト変わるんですよ、これ。知ってるかなーって知ってるよね。まあ、見たことある人もいるだろうからね。いやー、チェンジですよ。あ、チェンジがごめん、チェンジじゃなかった。ごめん、違う。進化し。アホやほれ。テンション上がっておかしいだってね、もう。イエス。これはね、そう、飛ばしてよかったよかった。で、はい。でですね、皆さん、行きましょう。レインボードリーム。レインボードリームを私は使いますよ。はい、これです。この間ね、ちょっと物議を醸しましたけど、これね、使えますから。100%、あれこれさ、あ、いいんだよね。ダメだ。皆さんダメでした。そう、レベルがマックスじゃないと使えないよね、これね。あれ、俺、あかんやん、これ。試していい？カードのレベルがマックスだと進化できます。その通りです。皆さん、レッスンしたいんですけど、レッスンしましょう。素材が足りない。いけないよ、足りないよね。全然足りないよ。あー、待って。あ、いけるわ。ごめん。いけた。全部使っちゃうか。いや、ケチってもしゃあないですね。まあ、ディスクは最悪、カッキーゲフンゲフン。行きましょう。行きましょう、行きましょう。だから、これ多分どっちにちなんだよね。進化した後にさ、あ、もうさ、重すぎて何が起きてるかわかんないっていうか、今来たわ。あ、そういうことじゃなくて、2個しかないから、みたいな。まあ、これはサクッと飛ばしますよ。なんだかんだでレベル100のステータスが、やっぱさ、約3万6千ぐらいですね。うん。まあ言うてね、UR にはね、全くもっと及ばないですね。うん。UR がね、5万とかでね、5万5千とか行くんだよね、5万4千とか。で、なんと皆さん、進化しちゃいますよ、私。行っちゃいましょう。今回で、ついにレインボールドリームを使うときやったね。よかったね、なんか、よかった。よかったね、っていうか、私がよかったです。ね、なんかパートごとに、なんか何かしらのね、なんかね、やっぱ欲しかったんでね、目玉が。これはね、いいですよ。はい。今回は見てましょう。これね、イラストね、いいっすよ。ぐっとね、ぐっと変わっちゃうからね、ぐっと変わるってどんな日本語だよ、みたいなね、感じなんですけど。はい。来たー！かわいい！いやー、いいね。これサムネだよ、サムネ。特別なものですね。やったぜ。私もアイドルとして、より輝けるのでしょうか。輝いてるよ、もう。はい、進化完了。いやー、いいなー、かわいいなー。でも、誓いのキスがなかなか上がんないんだよね。やったよ、ついにレインボードリームを使う時が来たよ。使ってたりじゃなくて、使う時が来たというか、もう終わりましたけど。で、110レベルまで上がるんだね。うんうん。で、この子をマックスレベルまで上げたいんですけど、この子がまあ、マックスになったステータスは、まあ、いずれまたね、別の機会で見せることになると思います。というか、今無理です。すいません。最低限ね、レベル1のままっていうとね、ちょっといろいろとね、私のデッキ的にも不都合があるので、ちょっと上げとこうか。多分、なんかしらあるよね。オナシャスホール、いらないじゃん。で、ここダメ。で、ダンシングアリーナ、ダンシングステージ、ミリオントーン、サウザントーン。あと何だろう。あ、足んない。あと2枚足んないや。しょうがない。というわけで、ちょっとあれなんですけど、アルバムで、ボーナスで、チラリと、はい、いただきます。いやー、結構これで、まあ一つの私の中の大きな目標の一つが達成できたという感じですね。あと何が見たい？カード。メンバーの様子が気になります。あ、違うな。アルバムか。思い出を。見返せるんですね。ヤミちゃんの SSR プラス。てか SSR プラスって俺何気に初めてじゃないの？持ってないんだよね。これ皆さん知ってましたか？これ。知ってるよね。これね、ちゃんとこうやってね、一枚絵が見れた上で、なんと拡大ができちゃうんですよ、こうやってね。はい。まあ、どこを見るかというのは、まあ皆さんの、ね、あれにお任せしますけども、まあそういうことができるわけです。はい。
まあこれはね、あ、こういう機能があるということで。まあね、ね、某というか、まあモバゲー版だったらね、ここで多分ボイスとかもね、多分ここのボイスとかさ、も再生してくれたんだろうけどね。うん。まあ私ね、ガラケーでやってたんで、それもあんまりね、見たことがないんですけども。ね、だからそこのね、とこはちょっとね、まあやっぱモバゲー版とね、DMM 版でちょっと違うんですよね。私はね、まあできればね、ボイスもね、ちょっとね、再生機能をつけてほしかったですけどね。まあそれはまた今後に期待するということで。はい。ねえ。あー、いいなー、やったー。なんか、ね、ガチャではね、ヤミちゃん引けなかったですけど、ここでね、まあ手に入ったんで、これはね、よしとすべきでしょう。よし。いやー、なんかすごい満足しちゃいました。はい。で、これね、あれだよね。これ、ヤミちゃんが入ってるから、デッキのスペック落ちてるけど、そんなは気にしないです。それでも31万あるからね、いいでしょう。じゃあここで、なんかどなたか最後に、ちょっとね、合わさせていただいて、そこから、ね、そこからじゃないな。そこで、終了したいと思います。今回のパートね。なんかいい感じの人いないかな。いないかな。いないな、強いな。割ときついな。あ、もちろんね、ある程度はいいんですけど、勝てるっちゃ勝てるんですけど、やっぱね、確実に勝てるという保証があるところをね、やはりね、つついた方が、ね、結局連勝ボーナスもね、キープできますし、だからまあ、探してる時間もちょっとかかっちゃいますけど、それでもね、いいかなっていうことはあります。あ、この人いけるね、シスコンさん。あとは誰がいいかな。この人もいけるかな、ザンさんね。まあ、ここだったらこのページでいいかな。ただこのシスコンさん、行かせていただきます。いただきまーす。はい。はい、いただきました。パーフェクト。パーフェクト。アピール地上詳細ってこんなのもあったんだっけ？ああ、これ一応見れるんだ。見たことなかったな。見たことなかったなと思って。なるほど、なるほど。ほほほ。へぇへぇへぇなんてね。アイドルクラスボーナス、キャラクターボーナス。特性ボーナス、スキルボーナス。アイドルクラスボーナスって何だろう？そんなん、まだ多分導入されてないよね、きっとね。わかんないけど。なるほど。はい。ではね、こんな感じで今回は、終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。